旦那だ。修理してきたら俺の玉に目つけられたな。放電
ってきたら。了解。俺に任せとけ。変わって指示に従うわ。リリー、修理してきたら。追加料金ね。なんだか了解。いい顔してなさい。ターゲット確認。ターゲットを排除する。
あ、やっとつながった。もしもし、お兄ちゃん、聞こえる？安心して、私とフェアリーがお兄ちゃんを全力で守るから、依頼人と思う存分話してきて。それと羊飼いからの暗号も忘れずにね。ファイヤーサンダーだよ。こんばんは。
いい天気だね。待った、ファイヤー。サンダー、あなたは約束の時間に2分55秒もの遅刻をした。防衛軍においてこれは見過ごすことのできない規律違反に当たるわ。また処罰として腕立て伏せ175回、あるいは片手腕立て伏せ 87.5 回が課せられることになる。0.5 回の片手腕立て伏せか。お手本を見せてくれないかい？もう一つ、そのような浅はかな質問をした者には処罰を倍にする決まりがあるの。だけど民間人の行動や言動を正すのは私の責務ではないし、ましてや今回の目的でもない。羊飼いが推薦したプロ騎士ね。まず初めに同意して。この会話が終わったら私たちがここで会ったことを含む全てはなかったことになる。それだけ重要な機密に関わるの。いい？私は防衛軍オブシディアン大隊所属11号。あなたの情報は全て羊飼いから把握しているけど、私が示すことのできる誠意はこのコードネームだけよ。コードネームってそんなので誠意を示したことになるわけ？絶対なんか名前があるよね。当ててみよっか。ルーシー？マリー？合わせてルシマリ？まるで旧文明のウエスタン映画のようなネーミングセンスですね。これがあなたの渾身のユーモアですか、助手2号。静かに、依頼人が話すよ。羊飼いによれば、あなたは南部出身の放浪者で、並々ならぬ手腕を持っている。にもかかわらずこの都市には定住していない。かつてはクリムゾンアイズハーミットとしてプロ騎士業界では知られた名だったようね。クリムゾンアイズハーミット、懐かしい名前だ。のアニメじゃあるまいし、クリムゾン？何？手短に言うわ。私の依頼は至ってシンプル。裏切り者探しよ。最近防衛軍にスパイが紛れていることが発覚した。正体はここ一帯の反乱軍勢力から送り込まれた工作員。当の本人は正体がバレていることに未だ気づいていない。私の上官はそれを逆手にとってスパイを反乱軍の支部まで泳がせ一網打尽にするつもりよ。私はこの計画の執行者として防衛軍を裏切るふりをして目標のスパイと接触するよう命じられた。計画は概ね順調に進んでいるわ。ただかなり下手に出ているにもかかわらず
目標は私を完全には信頼していない。とはいえいくらか収穫はあって、目標がとある名だたるプロ騎士を崇拝しているという情報が入手できたの。そのプロ騎士の協力を得られたと偽ることができれば、彼は直ちに私を上層部に取り継いでくれるでしょう。あなたにはそのプロ騎士に扮してスパイの指示を遂行する手伝いをしてもらう。これが今回の依頼内容よ。できるかしら、スカーレットライズテレミット。ちょっと失礼。僕の名はクリムゾンアイスハーミットだ。そのプロ騎士の大層な名前は民間人に疎い私でさえ知っているわ。パエトーンよ。あらら、面倒なことになっちゃったね。パエトーンに偽装する。間違いなくパエトーンにとって前例のない依頼です。あらゆる検索エンジンで自分を偽るを検索中。マッチ度の高い3件を提示。戸籍偽装、カモフラージュ、死んだふり。わあ、助かったよフェアリー。あんたのいない生活なんて考えらんないや。大丈夫？カーマイン・アイスハーメルン、ずいぶん戸惑っている様子だけど。僕のことを心配する前にちゃんと名前を覚えてほしいな。かの有名なパエトーンを演じるにあたってプレッシャーを感じるのも無理はない。羊飼いは情報屋としての名誉をかけてあなたを推薦した。よって私は信じる。あなたは私や新エリート防衛軍、いえ新エリート全ての期待を背負っていると言っても過言ではない。だから肩の力を抜いて。それで肩の力が抜けると思ってるわけ？あなたたちプロ騎士の業界のルールにのっとり、依頼の詳細を暗号化してインターネットという名のフォーラムに投稿した。詳細を確認した後でも覚悟が鈍らなければ引き受けて。また連絡するわ。
お疲れ様、お兄ちゃん。あの11号って依頼人、ここがお兄ちゃんの家だって気づかなかったね。まさか新エリート防衛軍から依頼が来るなんて。しかも裏切り者探しってトップシークレットじゃん。きっとリスクも大きいよね。どうしよう、この依頼を受けるべきかな。いっそ断って、羊飼いのことは自分で何とかしてもらう？この依頼をこなせば防衛軍の人間に貸しを作れる。そうした人脈はいつか役に立ってくれるかもしれないからね。うん、それもそうだね。依頼はもうインターネットに登録されてるよ。決心がついたら詳細を確認してね。いつでも出撃可能よ。ジャトヤにかかれば万事解決。稼ぎ時だわ。Thank you.
5秒後に標的のスパイがログインする。彼のことは便宜上モグラさんと呼んでいるわ。そのつもりで。5、4、3、2、モグラさん、パエトーンを連れてまいりました。近くにいるのでしたら直接会って話しませんか。速やかに行動を開始しましょう。一刻も早く防衛軍から逃れ、貴殿からいただいた報酬でスグリの生い茂る農園を買いたいのです。そこで犬のメイドとのんびり余生を送ることができれば、他には何もいりません。前言撤回だな。11号の設定に比べればクリムゾンアイズハーミットはいくらか普通だ。先ほどから一言も発していませんが、どうかしましたか。パエトーンに憧れていると伺っていましたが。甘く見られたものだ。リモート通信で適切な比喩かはさておき、そちらからは陰謀の匂いがプンプンする。この都市で棚からボタ餅なんてことはありえない。ましてやそれが鏡餅とくればなおさらだ。デビューから今に至るまで数々の偉業を成し遂げた伝説のプロ棋士パエトーンが、新規な軍隊気取りの資料を盗む任務のためにわざわざ俺のような卑しい日陰者と手を組むはずがない。新規な軍隊気取り、嘘はついてない。もし僕がパエトーンを語っていたら、一生カップ麺の調味料抜きという呪いを受けてもいい。人影の極辛ラーメンから調味料を抜くことは、兵士から武器と将校、そして故郷を取り上げることと同義です。想像するだけでも恐ろしい。パエトーン、貴殿の誠意はしっかりと伝わりました。おい待て、ニッチな例えをするな。俺にはちっとも伝わってないぞ。そうだな、
ちょうど腕試しに使える任務がある。防衛軍が次に活動する予定のホローに軍用盗聴器と発信機を仕掛けてこい。口では何とでも言える。もし本当にパエトーンだというのなら実力で証明してみせろ。盗聴機能付き発信機を仕掛ける必要があるわ。目標ポイントは全部で3箇所よ。どうやって仕掛けるかはあなたに任せるわ。目標ポイント1番に到達しました。盗聴機能付き発信機を仕掛けてください。フェアリーが演算中。なあプロ騎士、お前本当はパエトーンなんかじゃないんだろう。なんで黙り込む。ここは何か言うとこだろ。普通あるだろ反論とか。こう、任務はパーフェクトに達成した。これが孫をことなきパエトーンの実力だとかなんとか心強い言葉で依頼人の不安を取り除くもんだ。伝説のプロ騎士パエトーンともあろうものならそのくらいのサービスは標準装備じゃないのか。サイコセラピーのサービスをご所望なら別料金だよ。モグラさん、なんだ、何か言いたいことでも。貴殿は今私の心をひどく傷つけました。苦労の末やっとパエトーンに出向いていただけたというのに、貴殿は非礼な態度を貫き猜疑心を隠そうともせず何度も探りを入れて数々の無礼を働く始末。伝説のプロ騎士に対する敬意を微塵も感じられません。これを言うのははばかられますが、パエトーンの協力を仰ぐために私は想像を絶する代償を払いました。それゆえに今回の活動が功を奏するのを誰よりも切に望んでいるのです。パエトーン、そうですね。ん？君がいつ？ああ、そうだったね。あれはとてつもなく重い代償だった。軍人さん、そうか、そうだな。パエトーンともあろう者が俺ごとき日陰者にそうやすやすと手を差し伸べるはずないと思っていたが、よもや
軍人さんがそこまで身を削ってくれていたおかげだったとは。俺がこんな調子では軍人さんの献身を無下にしてしまう。結果のためならどんな代償も厭わない。それが軍人という生き物です。それなら早速次のビーコンの設置へ向かってくれ、プロ騎士。いや、プロ騎士様。あのモグラさんって人、まだちょっと警戒はしてるみたいだけど、一応私たちを信じてくれたのかな。11号のおかげでなんとかごまかせたね。引き続き頑張ってお兄ちゃん。相手は裏切りを常とする者、油断は禁物よ。
追加料金ね。あっち行って。しょうがないよね。少し休んでて。ものがよもやよもや金欠などということはないだろうな。モグラさん、ドアの情報を解析しました。指定された額のギアコインを支払うとドアが開く仕組みです。隠しルートを見つけたの。なかなかやるわね、プロ騎士。マスター、無事目標ポイント2番に到達しました。盗聴機能付き発信機を仕掛けてください。11号様が装置を受け取りました。11号様が装置を返却しました。いいから何も言わないで、早く設置するの。フェアリーが演算中。完了ね。次のポイントに向かいましょう。キャロットのデータを読み取り中。ここには何もなかった。モグラさんより。マスター、
モグラさんは嘘をついているようです。ヒント、ここは第15番へそくり、いえ軍事物資保管場所です。また両側にトラップが仕掛けられています。ヒント、ここは第15番へそくり、いえ軍事物資保管場所です。また両側にトラップが仕掛けられています。ニコ、少し休んでて。準備完了。下番を。目標ポイント3番に到達しました。盗聴機能付き発信機を仕掛けてください。前回の経験に基づき、あらかじめ11号に何かしらのプランがあるか確認しておくことを推奨します。お、11号様はゴーグルを拭いています。フェアリーが演算中。もう仕事を終えた？だと？その実力、身のこなし、確かに偽物とは思えない。ああ、今すぐ画面の向こう側に行ってパエトーンが足をつけた大地の全方位に向けて敬礼をしたい。落ち着け落ち着け、ことは重大なのだ。この程度でほだされていてはいけないな。それに気のせいか、どことなく不自然な匂いがするのも事実。くん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 。聞こえているよ。
変な音が聞こえたような。通信設備の故障？実のところ君の気持ちは理解できないわけじゃないしね。ハエ、プロキシー、お前は分かってくれるのか、この俺の気持ちを。好奇心は当然さ。なんせこのパエトーンは、パエトーンはいわば歩く伝説。フォローの全てを熟知していると言っても過言ではありません。新エリートにおいては小学生でさえその偉大さを知っています。全てをだと？それはまた随分大きく出たな。フォロー調査協会だってそこまでは豪語しないだろうに。モグラさん、そういえば、僕たちとリアルタイムで通信できるってことは、君もこのフォローにいるんだろ？なんだ、その程度のこと、常識の範疇じゃないか。信じるかは君次第だけど、パエトーンとしての経験でわかる。ここは時期活性化するだろう。エーテリアスの活動もより活発になる。そんなバカな、調査協会の方はまだ活性化警報の彼女もないんだぞ。モグラさんは知らないだろうけど、フェアリーの速さは協会なんて余裕でしのいでるんだから。本当に警報が来たぞ。アンビリーバボー。経験値のみで調査協会を凌駕してみせるとは、やはり伝説と呼ばれるだけのことはあったわけだ。前方からエーテリアスの気配を察知、戦闘準備。そっちも油断しないように、モグラさん。この俺を心配してくれているのか。顔がほてってきたぞ。フォローが煮えたぎってしまいそうだ。よし、エーテリアスどもの殲滅をもってこの小さな冒険の幕を華麗に引こうじゃないか。通話はこちらから切らせてもらおう。お邪魔になるといけないからな。ああ、どんな称賛の言葉ならそのご高名に劣らないのか。いやいや、積もる話はひとまず戦闘の後だ。次が今日の最後の試練。来たわよ。
私にやらせて。ラジャー10倍返しよ。邪魔しないで。全て解決しました、モグラさん。グレイト、エクセレント、ブリリアント。プロキシとエージェント、お互いが完璧に調和した至高のデュエットだった。パエトーンにとってはこれでも3割ほどの力だそうです。これで僕のことを信じてもらえたかい？夢じゃないよな。俺は本当にパエトンと手を組めるのか。ようやく悟ったよ。俺の今までの人生は日々虚しく闇の中を掘り進むだけだった。そして今日、そこにようやく一筋の光が差し込んだ。なんて眩しいんだ。落ち着いてください、モグラさん。確証を得た今、そろそろ本来の仕事に取り掛かるべきでは。ああ、こちらとしてもなるべく早くことを進めたい。進展があればすぐに連絡する。はい、早急にお願いします。軍人さんの老後の夢は俺に任せてくれ。パエトンの報酬も上と交渉する。どちらも最善を尽くそうじゃないか。ところでパエトン、任務は無事終わったわけだし、ちょっとした質問をさせていただいてもいいだろうか。まず、周期的強制フォローを利用して某トップス企業の金庫に見事潜り込んだという噂は本当なのか。それと旧研究所の跡地で繰り広げたあの完璧な。天気漏らすべからずというだろ。教えてあげられることは何もない。またお会いできるのを楽しみにしている。とその前に一つだけささやかなお願いが。次回はそのサインなんかをいただけないだろうか。あるいはこのモグラ目に目覚ましボイス的なものを。いきなり切ってしまったけど。やかましかったわね。警戒を解いた途端あんなに饒舌になるとは思わなかったわ。とにかく今はフォローから出るのが先よ。無事に脱出できた。うまくいったかな。パエトーンに扮するのは大変だ。思いのほか順調だったわね。信用を得るためにあらかじめ用意していたセリフも半分も使わなかった。例えばパエトーンはいかなる検知もかいくぐる。たとえそれが自動ドアや蛇口のセンサーでも。
リハーサルの時それは不採用って言った気がするけど、羊飼いがあなたを推薦してきた時は半信半疑だったけれど、実力は確かなようね。よくやったわプロ騎士。スパイに次の動きがあればまた連絡する。